おはようございます。定例の記者会見ということで、ご出席いただきましてありがとうございます。だんだんに寒くなってまいりまして、あとわずかで12月ということになります。コロナについてもだいぶ落ち着きが見られるようになりまして、私どもの生活も次第にこう日常に近づいているかなという気がいたします。で、そうした中で、今週25日ですが、MCPC というアワードでグランプリを取ったということで表彰式がございまして、日帰りで東京プリンスの方に行って、その受賞式に出席させてもらうということや、これはモバイルコンピューティング推進コンソーシアムか、20年近くあるアワードで、日本の中でもかなり、最高峰に位置をされているもので、いろんな企業の皆さんがこのグランプリ狙ってきているわけですが、伊那市と KDDI で行ってきた UI マーケット、ドローン物流、これが大変異彩を放っているということで表彰対象ということになりました。また一方で、岸田総理大臣を座長とする、デジタル田園都市国家構想推進会議、実現化会議というものがありまして、これも各大臣とか、有識者が参加をしている非常に大きな会議のようでありまして、これに全国から3カ所選ばれたということで連絡もありました。で、これは伊那市と、それから友好都市であります会津若松市、それから沖縄の与那国、この3カ所がその先進事例として扱われているということでありましたので、私どもが今まで進めてきたいろんな取り組みが非常にこう評価されてきたのかなという気がいたします。またおいおい連絡をさせてもらいますけれども、特にMCPC については KDDI と連携協定を引く中でできたもの、またその他にも地元の西澤さんとかケーブルテレビさんとか、あるいはドローンを飛ばしている稲空の蟹沢さんとか、いろんな皆さんのコンソーシアムでできたものということで、本当に感謝をしているところであります。それではこの後私の方からいくつかのテーマについて説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まず12月議会についてでありますが、今月の11月26日から開会となります。で、資料の1ページをご覧いただきたいと思いますが、日程については11月26日金曜日から12月17日の金曜日までの22日間で、本会議とそれから常任委員会については午前9時30分からということであります。で、資料の2ページですが、定例会の提出予定の議案の一覧であります。で、提出議案については一般案件が4件で、条例案件が3件、それから予算案件、6件、これ補正でありますが、合計13件ということで、提案をさせていただきます。それと資料3ページ以降でありますが、12月の補正予算の概要で、主なものは詳細をこの後ご説明申し上げますが、やはり新型コロナウイルス感染症対策の第19弾ということであります。これは今まで通算して19弾ということでありますが、今年度の中では何段でしたっけ、8段ぐらいだったかな、8段だったかね、ということで、切れ目なくこの
コロナ対策についてはしっかりとやっていくということであります。でもう一つ、原油価格が高騰していることによって、この支援策であります。であともう一つは災害復旧ということであります。以上が12月の市議会定例会についての概要であります。でポイントについてです説明をさせてもらいますが、資料の1ページをご覧ください。で今回の補正予算のポイントについては、先ほど申しました新型コロナウイルス感染症対策予算の第19弾、それから原油価格の高騰に伴う支援策で、災害復旧ということでありますが、詳細については資料の2ページをご覧いただきたいと思います。新型コロナウイルスの感染症対策の予算の第19弾でありますが、資料の2ページと3ページの新型コロナウイルス感染症対策予算の説明をさせていただきます。でコロナワクチンの3回目の接種が実施をされることを受けまして、必要な事業費を予算措置をしてスムーズなワクチン接種が進むと推進を図るということであります。また伊那市に帰省する若者の感染症の検査費用、また新型コロナウイルス感染拡大によって中止となった小中学生の修学旅行のキャンセル料金についても補助をするということであります。で予算規模につきましては7430万よということでありまして、でまず3回目のワクチン、コロナワクチンの接種の推進ですが、対象者は2回の接種を受けた方、2回目のワクチン接種からおおむね8ヶ月を経過をした18歳以上の方ということで、想定人数については約2万3000人で、予算については7500万弱と、7500万円弱ですねということであります。それから伊那市に帰省する若者の感染症検査費用への補助ですが、これは対象者をこれまでの県外の居住から上伊那郡外の居住者に拡大をするということと、期間中1人当たり2回までの補助申請を可としてございます。でまた今回抗原検査でありますが、これを対象として追加をしてます。で予算については規定の予算の中で対応するということであります。それから修学旅行等のキャンセル料でありますが、これは小学校11校、中学校5校、それぞれ修学旅行を計画してキャンセルになって、そのキャンセル料金の支払いということで、ほとんどの学校がその対象となってしまいました。で旅行に行かなくて、積み立ったお金がなくなっていくということになりますし、またそこら辺なんとか支援できないかということで、児童生徒あたり、小中学校の児童生徒1人当たり3300円を上限として、市の方で補填をしようということであります。で学校によっては全て、この費用の中で賄えるところもありますし、高いキャンセル料があったところについては若干の持ち出しがあるということでありますが、かなりこれで、キャンセル料について、皆さん少しは楽になるのかなという気がいたします。次に、原油価格の高騰に伴う件であります。資料の4ページの原油価格高騰に伴う支援策ですが、という価格が高騰をしているということと、今年の冬はとても寒いという、そんな予想がされておりまして、そうした中で、低所得者への支援として75歳以上の高齢者の世帯など、非課税世帯に対しまして、伊那市福祉灯油ペレット券というものを配布いたします。で配布内容については1万円分でありまして、
まあ、1000円券を10枚セット、それからその対象となる世帯数でありますが約、3万6000世帯ん、こんなそうだよね、3600世帯ですね。それから予算額については3900万円弱であります。1万円分の福祉ペレット券、福祉灯油ペレット券1000円券を10枚と、それから3600世帯に対しての対象、それから予算額については3900万円弱ということであります。でさらに園芸施設農家への支援も考えておりまして、まあ、市内の園芸施設園芸農家に対して燃料費、まあ、燃料とそれからペレットの燃料代の一部を補助しようということであります。でこれは内容については燃油1リットル当たり5円で、ペレットについては10キロ当たり25円ということで、まあ、対象農家数については約50社を考えております。で予算額については1300万円と。でそれともう一つはまあ、公共交通を含めた事業者でありますが、バスタクシーほかであります。で、まあ、交通事業者等への支援としては市内の交通事業者に対して燃料高騰対応としての宿泊バスタクシーの応援金ということで支給を計画しております。でバスタクシー事業者については稼働台数に応じて10万円から100万円、それと運転代行の事業者に対しては一律10万円ということ、それから宿泊事業者でありますが、これは収容人数に応じて5万円から25万円ということで、対象者数が90社で、このこうしたことに対する予算額は965万円という考えであります。それと災害復旧についてでありますが、まあ、1ページの令和3年度12月補正予算のポイントというところですが、今回の災害復旧事業については主に今年の8月と9月の豪雨によって発生をした災害復旧事業であります。で農業施設また農地林道等の災害復旧、予算額としては2億389万円ということでありまして、これは藤沢川の前田井というところとか林道の前浦線など何箇所かございます。それから市道とか河川等の災害復旧についても2330万円、これは市道奈良尾1号線とか今泉川などであります。それから続きまして情報提供でありますが、伊那市ふるさとワーキングホリデーについてであります。これは仕事をしながら伊那市の暮らしを丸ごと体験できるという、そうしたものでありまして、これについてはまあ、仕事をしながらということの中で交流学びを通じて、まあ、伊那市の暮らしを、まあ、リアルに体験できるという、まあ、そうした総務省の事業でありますが、これを使って展開しようと。で、まあ、昨日も10時からここでウェブによる移住希望者との対面、まあ、懇談をしたんですが1時間半ぐらい行ったんですが、やはり伊那市に来て農業をしたいとかですね、まあ、いろんなことでこちらに移り住みたいんだけれど仕事を辞めていきなりこちらに来るっていうことがなかなか簡単ではないかといって、今の状態では良くないという思いの方々が、まあ、私と直接話をしたり担当と話をしたりしながら、この移住定住移住を考えているということで、昨日のやつで3回目ですが、毎回その場でもう移住しますという方が出るぐらい
非常にこう思いの強い方々が参加をしてきております。で、まあ、これそれとは別にこのワーキングホリデーでありますが、まあ、経費のうち宿泊費とかレンタカー代などについては総務省の特別交付税の措置対象と。で、これまでの今回の受け入れまでの経緯でありますが、令和元年度に伊那市で単独事業として試行的に実施をしたことがありました。で、参加をした方はその後実際に伊那市に移住をして結婚して、中には今年の夏に第一子が誕生したという話も届いております。で、また当時体験を受け入れてくれた農家で今でも働きながら、で今年の春には新規収納をして野菜作りを始めたという方とかですね、まあまあ、さまざまなニーズも人によって違うわけでありますが、まあ、時流といいますか、そうした皆さんがだんだんにこう地方回帰といいますか田舎回帰ということで、戻ってきているということ、まあ、こうしたことを、受け入れられるような体制づくりという、まあ、そうした取り組みの一つであります。で、今回の伊那市のワーキングホリデーにつきましては、2名の募集に対して4名の募集がありました。で、まあ、できるだけ多くの方に体験をしていただくということで受け入れ農家の日程を調整をしていただいて、まあ、3名の方にこのワーキングホリデーに参加ということであります。あと現在の自治体でありますが、このワーキングホリデーを実施をしている自治体というのは全国で、今20の自治体ということで少ないわけですけれども、まあ、これからさらにこの発展系というのは進んでいくだろうなということ で県内では長野市と伊那市の2つだけであります。まあ、今後の予定につきましては地元の事業者にも協力をしていただいて、まあ、受け入れ先の発掘とか募集を行いながらやっていくと。で、来年の1月には観光と林業事業者で 1名ずつ体験を計画しておりますので12月のうちには募集をかけたいという考えであります。それから12月の主な行事等でありますが、まず成人式、来年の1月の1日長谷、1月の2日高遠地区、それから1月の4日に仕事始めがあって、1月の9日には伊那地区の成人式ということで、午前10時から各中学校区単位で、公民館で成人式が行われるということであります。流西地区だけは1月の9日の午後2時ということのようであります。また冬の、まあ、ウィンタースポーツとして親子スキー教室が1月の4日、ちびっこスケート教室が1月の15日から23日ぐらい。あれ、これってスケート場やるの？ちょっと確認してみます。で、他に三原市ファーム関係での取り組みとか、で高遠美術館での作品展、こうしたものが予定をされております。以上が私の方からの説明とさせていただきます。それでは質疑の方に入らせていただきます。社名、お名前の後ご質問をお願いします。三原新聞の清水と申します。よろしくお願いします。原油の支援策なんですけれども、施設園芸農家の支援の関係で、これは例えば規模ですとかそういうのでは最低なんかあるんですか？はい、規模はですね、一応規模で上限を
設計をさせていただいておりまして、施設の合計面積が、1500平米未満と1500平米以上ということで、金額を分けまして、1500平米未満は15万円、1500平米以上は30万という上限で対応させていただくということになります。はい、すみません、ちょっと、私、申し訳ないですけど、今のハウス園芸というところの時期は何が、トルコ企業とアルソメディア等の準備、それから、いつもも出てまいります、そういったような牡蠣、それから果物の関係があるということです。はい、ありがとうございます。他に、ご質問とはないですか。すいません、今の考えなんですけど、あの一歩でございます。このプレミアム商品券取扱店のみという意味ですか、これは。取り扱ってるのか、考えするのか。対象局者のでいいでしょうか。はい、今回は、プレミアム商品券の取り扱い店において、使用可能ということで、また商工会議所等とも連携を取る中でそういう対策を取らせていただきます。あ、ここで言うペレットというのは木質ペレットのことを言うことですね。そうですね。他にご質問ございましたらお願いします。いいです。すいません、ワーキングホリデーのことで、先ほど市長3人とおっしゃったんで、そこには2人と書いてあるんですけど、3人というのはそのさっき言った林業関係のそれも含めてという意味ですか。1月にあるという意味です。はい、地域総合の仕事です。私の方からお答えをいたします。当初は5人の応募があったわけでございますけれども、その皆さんの面接等をいたしまして、3名の方に絞らさせていただきました。で、実際にやる段階におきまして1名の方がご体調されまして、参加できなくなったということは2名ということになっております。すみません、今の関連、4人の方というのは大体どこら辺から応募があって、で2人の方というのはどんな素性、どこの出身で、どんな素性の方のような感じのあれですかね。手元に資料はないわけですけども、関東圏の皆さんだったら報告しておりますので、詳しいことは違いましたら、後ほど、他の方でご提供したいと思います。ちょっとすみません、なんか特別交付税の関係でなんか措置されるということなんですが、さっきレンタカー代と何つっておっしゃってました。はい、宿泊費。宿泊費ですね。レンタカー代というのは移動手段ですね。こういったところの費用が特別交付税の対象となります。すいません、先ほどの、主な行事のところのちびっこスケート教室でございますが、1月4日に、現在のところ、南西スケートと公共予定で準備しております。従いまして、8日ね、1月8日公共予定でなっておりますので、お願いいたします。他にご質問等ございましたら、お願いします。はい、すいません、稲毛売りテレビの報道です。コロナワクチン3回目接種なんですが、接種開始時期はいつ頃予定されてますでしょうか。医療従事者につきましては12月を予定をしております。また高齢者につきましては、年が明けまして、2月後半から3月が最初になろうかと思います。すいません、原油価格高騰の支援策、これに込めた市長の思いというのはどういうところにあるんでしょうか。まあ、コロナの影響もあってダブルパンチの影響もあるんですけども。そうですね、コロナによって市民生活にこう及ぶ影響っていうのは、さまざま出ていますよね。貧困家庭だとか、あるいは高齢者もそうだし、飲食の関係だとか宿泊業だとか、本当に影響はもう計り知れないところがあるんですけど、できる限り、支援をしたいという中で、例
例えばプレミアム商品券をお買いになった方はそのものを使ってもできます。でプレミアム商品券も買えなかった人たちもたくさんいると思いますし、でそしてまあ、高齢者のみ世帯だとか非課税世帯だとか、一人親家庭、まあ、そうした皆さんというのは本当に大変な状況だと思いますので、そうした皆さんに、こうしたことが、まあ、お届けできればということで やろうということにしたわけであります。で、まあ、その他にも、まあ、施設園芸もというせっかく花であれば花を作ってるんだけれども、加熱をする時の灯油が高騰してしまえば、ただでさえ今コロナで花が売れないという状況下で、本当に赤字を作ってしまうということにもなりかねませんし、まあ、そうした皆さんにもお手伝いができないかと。で、まあ、タクシーとかバス事業者についても、非常にこう今困ってってます。まあ、燃料が上がっちゃってるということで、ですから、まあ、そうした皆さんにもわずかではありますけれども支援が できるようにということで作ったですね。私たちは、まあ、本当におしなべて全ての皆さんに対してというのが基本なんですが、特に困っている人っていうのはやっぱりこう行政が手を差し伸べなければいけないというふうに思ってますので、まあ、そうした思いの中で今回の灯油だとかペレット、まあ、そうした支援にとあと燃料宿泊関係、そんなことにしたわけであります。はい、ご質問。品川毎日新聞の堀と申します。よろしくお願いします。市長さん、冒頭で MCPC アワードでグランプリ受賞された件に言及されていたと思いますが、取材させていただきまして、県内での、団体が受賞されるのは初めてだというふうに聞いております。かつ、行政団体がですね、受賞されるのも全国的にも珍しいというふうに聞いております。昨年の夏からの取り組みに、この1年余りの実績というのが評価されて、という形になっているかと思いますが、まあ、言えること言えないことあるかもしれませんが、今後の展望とか思いがございましたらお聞かせいただいてもよろしいですか。まあ、今回KDDI さんと一緒にやってきてはまあ、グランプリというになったんですが、でさらに長距離を飛ばして、さらに狭い谷だとか非常に難しい地形のところも飛ばせるように、この前輪さんと 3D 地図を使ってのものが展開されてますので、まあ、まあ、ある意味こうかなりのグレードアップした、そうしたドローン物流になってくるんじゃないかなと思っています。でまた12月の1日だったかな、100キロのペイロード、重さ100キロのものを運ぶ、そして川崎重工と今組んでやっているものの、まあ、展示ができると思いますので、そしてまあ、もともとドローンというのは空飛ぶ革命って言われたんですが、まあ、小さなドローンでは革命まで至らなかったのがここに来てかなりこう本当に大革命を予感するような、そうしたものが出現してきているということですので、まあ、これからアイデア次第でいろんなことができるんじゃないかなと思います。でただ私たちの目指しているところっていうのはやはり買い物弱者、中山間地域だとか高齢者の集落だとか買い物をしたくてもできない皆さん、それを空からサポートするということと、まあ、地上からもね車で、購買者みたいなのを行ってやってますけど、まあ、いろんなこう手段を使いながら、これを展開していきたいと。まあ、最初は赤字なんですけども いずれはこう黒字化ということを目指しながら、まあ、まあ、福祉の一面もありますので、これをさらに推し進めていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。分かりました。ありがとうございました。あと横の話かもしれませんが、コロナ関係で明日ローメンズクラブの皆さんが中央病院でまたローメンを作ってお出しするということのようです。朝8時からか夜勤明けの皆さんを対象にして、
前も本当にコロナが大変な時期にローメンズクラブの皆さんがあそこで1200人分だったかな、あれ出してもらって本当に喜ばれたんですけど、今度また彼らその夜勤明けの皆さんにっていうことでやってくださるっていうことなんで、本当にありがたいことなんですね。あのこちらからやってくれという話じゃなくてもこうやってもらえるっていう、本当にまあ優しさというか、人をおもんぱかる気持ちがあるっていうか、本当にありがたいと思ってますね。あのよくこの話なんですけど、ご質問の方を以上とさせていただきましてよろしいでしょうか。ありがとうございました。次回でございますけれども、12月の23日木曜日の、午前11時からの予定でございます。よろしくお願いいたします。以上をもちまして、定例記者会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。